はい、こんにちは、サラウンです。いやー、驚きましたよね、このロケットストーブ。全然燃えないじゃないですか。マジかって思いましたけどね。私の予想ではね、もうここね、全開でしょ、全開で中で火つけますよね。もうブオー燃えてね、これもう塗装がね、すぐに剥がれちゃって真っ黒になる予定だったんですよ。それが全く燃えなくてね、煙もくもくすらならなかったですよね。いやー、ショックでしたね。これ明らかにね、私の設計ミスですからね。まあ、これのね、元になったのはこいつなんですよね。こいつに使う時だけこう煙突を立ててあげてロケットストーブにしちゃう。で、勢いよく火が燃え始めたら煙突を取ってね、こんな感じでね、ここにクッカーを置いてね、メラメラ燃える火で調理をしようというね、そういう考え方でこれ作ったんですけれども、めちゃくちゃ使いやすかったので、これをね、もっとコンパクトに使いやすくと思ってね、こういう工具箱を使ったロケットストーブっていうのを考えてみたんですけれどもね、全くうまくいきませんでした。敗因はですね、やっぱりこの空気穴の違いじゃないかと思っています。この焚き火台はね、すごくよく燃えるんですよね。おそらく底面に開けたこの空気穴からね、いっぱい空気が入るからきちんと燃えたんだろうと思います。それに対してこの工具箱ロケットストーブ、空気穴がね、これだけなんですよ。ここからガーッと空気を吸い込んで、中で燃えたやつがここのね、煙突からブオーッと出てくるっていうのを想定してたんですけれども、この空気穴あまりにも小さすぎたようです。蓋を開けるとよく燃えるけれども、蓋を閉めると全く燃えないというね、そういった状況でした。なので中のこのロストルね、これを廃止します。そしてこの底面にね、いっぱい穴を開けて再チャレンジしたいと思います。それからここの隅にありますけれども、この磁石、これ熱を加えると全然磁石じゃなくなるんですね。全くくっつかないです。私そういうの全然知らなかったんですけれども、あれだけパチパチってくっついてた磁石、今ではね、ただの石ころのようになってしまいました。これも一瞬でゴミになっちゃいましたね。本当にもったいないことしましたけれども、これもね、いい勉強になりました。なのでここにね、こうやって煙突を置くことは変わりないんですけれども、もうちょっとね、この煙突大きくしてもいいのかななんて考えています。よし、それじゃあね、作業始めてみたいと思います。現状のね、排気口なんですけれども、こういう大きさなんですね。煙突をかぶせるとこうです。上から見るとこんな感じ。今ちょっとね、形を描いてみたんですけれども、こういった煙突なんですよね。でこのままここにこんな穴を開けちゃうと煙突がここにね、うまく乗っからないですから、全体をね、もうちょっと丸くね、広げてみようかなと思います。こんな感じかな。なんかね、こんな格好になっちゃいましたけどね、これからね、ヤスリでそれっぽくね、仕上げたいと思います。やっぱりね、丸にするのはしんどいです。四角にします。こんな感じかと思いますね。で、煙突はこう、まあ落ちないからいいんじゃないですかね。そして一生懸命作ったこの空気穴調節用のトタン板、これはね、廃止です。で、底方向にね、たくさん空気穴を作ろうと思うんですけど、このね、横方向の穴、これはこれであった方がいいんじゃないかと思ってるんですよね。なぜかというと、ここに煙突があるじゃないですか。で、そこから空気をいっぱい吸うにしても、いっぱい薪を詰めちゃうとね、どうしても吸気が足らなくなるような気がするんですよね。空き缶でね、ウッドガスストーブを作った時にも体験したんですけれども、やっぱり横方向にね、大きな吸気穴があるっていうのは結構なメリットになると思っているので、ここにね、同じような穴を端っこまでね、バンバンバンと開けたいと思います。そして底方向、ここはね、この焚き火台で実績あるので、同じ径の穴をね、同じような感覚で開けてみたいと思います。
ける穴はね、やっぱりこれを参考にしたいので2センチ間隔ですね。 4.3 ミリの穴を2センチ間隔で開けてるみたいですね。開けてるみたいですねってね、私が作ったんですけどね。このね、足になってる部分は当然避けたいと思うので、はい、穴開きました。外からはね結構綺麗なんですけど、内側ほらすっごいバリです。さすがにちょっとねこれはいただけないので、太めのドリルに交換してきました。これ使ってね軽くバリ取りだけしようかなと思います。はい、バリ取り完了です。早速ですね、火入れしてみたいと思います。今回のストーブ、前回のリベンジでございます。横方向の穴たくさん開けました。調整用のトタン板やめました。そしてそこにたくさん穴を開けました。排気口を若干拡大しました。出来上がってみるとめっちゃシンプルな形ですよね。結局シンプルな方がね、何事においてもいいのかもしれないですね。中のねロストルももちろん廃止しました。前回ね割った薪もう燃えなかったもんだから全部残ってます。これをね中に放り込んで、今回はですねナイフも用意してないんですよね。なので薪をね細く割ることができません。そこでこういうのを使いたいと思います。これ前回のバーベキューで用意したお箸なんですけどね、バーベキューコンロが熱くなるからコンロのねすぐ下に用意したテーブル、そこにビニールとか置いておくと溶けちゃうんですよみたいなねお話をさせていただいたと思いますけれども、案の定ですねジュッと溶けちゃいまして、ここからねいろいろ灰とかね中に入っちゃったんで、もうね焚き付け用のね薪代わりにしたいと思います。もったいないとは思うんですけれどもね、100円ですしね、こういう使い方もありかなと思います。この軽い割り箸ってねよく燃えますよね。そして前回同様、まずはね段ボールと読まない漫画で焚き付けに挑戦してみたいと思います。今回はどうだろう、ちゃんと燃えるかな。なんかいい感じじゃないですか、この炎の具合。こっちからは見えるかな。なんか燃えてるっぽいですよね。あ、ほらほら、このね煙突のこの焼け具合、そして工具箱もねこの辺りから煙が出てますけれども、これってこう塗装が焼けているあの感じじゃないですか。結構これいいんじゃないですか。ほらどん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 真っ黒になってますよ。ちょっとね、いろいろね、真っ黒になってきました。煙突も真っ黒、工具箱も真っ黒なので、中がね、どんな感じなのか、開けてみたいと思います。あ、こんな感じで燃えてるんですね。この、結構ね、透明でゆらゆら燃えてる炎の感じ。ウッドガスストーブのあの感じと一緒ですよね。こういう感じなんですね。もっとゴーッと燃えるかと思いましたけど、そういう感じではないんですね。よし、これでもう一回閉じてみましょう。そし
してロケットストーブに変身です。やっぱり炎の勢いは上がりますよね。おお、すごいすごい、めっちゃ燃えてますよ。ほら、今回は燃えてます、めっちゃ燃えてますよ。で、火が勢いよく燃えたら煙突を取る、そして蓋を開ける、そしてこういうのを置いてクッカーを置いてなんかね、やっぱりそこに穴を開けたからでしょうか、普通に蓋を開いてもよく燃えてますよね。ただね、この工具箱ロケットストーブの難点なんですけど、蓋がね結構重たいんですよ。でこう蓋をこう開けるじゃないですか、向こうにこうパターンとね倒れそうになるんですよね。なのでこういったねちょっとね重量のあるペグなんかをこうやって置いておかないと向こうへねパターンといっちゃう。で薪がね燃えて軽くなっても向こうにパターンといっちゃう、そういった心配がありますよね。うん、実際よく燃えますよね。このまま蓋を閉めちゃうとどうなるんですか。ここからも空気入るじゃないですか。それってどうなんですかね。お、ちょっとさっきうまく映ってなかったですね。もう一回再現してみましょうか。こういう感じ、煙突取るともくもく煙が出ちゃうんですよ。でこれってね可燃ガスですから、この辺りね温度が高いところ燃えたり燃えなかったりなんですよね。でここに煙突をつけます。ボー、一気に炎に変わります。いや、やっぱりロケットストーブって面白いですね。料理するとか言いながらね、やっぱりこのね煙突から出る勢いよくね昇る炎を見てるの結構楽しいですよ。いや、リベンジ成功してよかったな。こういうふうにね中途半端に蓋を閉めちゃうと良くないですね。開けるときにはきちんと開ける、閉めたときには煙突をつけて完全燃焼。煙突をねこうちゃんと固定できる方法があったらもっといいんですけどね、それをね今思いつかないのが残念。思いつかないことはないんですよね。いくらでも方法はあるんですけど、なるべく手間をかけないように実際こうキャンプのフィールドに行ってねあれこれネジをね回したりとかってできないじゃないですか。なるべくワンタッチでねパチンと作業をね終了できるのがいいですよね。いや、開けたり閉めたりしてね遊んでばかりですけど一番楽しいですよ。こういった具合にね炎の変化を楽しむっていうのもね結構ありだなと思いますね。はい、ということで、今回はですね前回失敗した工具箱ロケットストーブをちゃんとしたロケットストーブに仕上げましたという動画でした。側面に開けた穴もね結構正解だったんじゃないかと思います。それとね、私がいつも心配していた底面に空気穴を開ける、よく燃えていいんだけれども下にねいっぱい灰が落ちちゃうんじゃないかってね、今回どうなのかと言いますと、ほとんど落ちてないんですよ。これね、このストーブを燃やした時にも同じことを思ったんですけれども、この穴からね灰とかが落ちてすごく危ないんじゃないかと思ってわざわざねこういうのを作ったんです。でこうやって重ねてね灰は全部この中に落ちるようにと思ってこういった灰受けを作ったんですけれども、実際この中にね灰なんてほとんど落ちないんですよ。そういった実験結果あったので、これとね同じ径の穴をこっちに曲げたんですね。でやっぱり下にねほとんど灰が落ちてないんです。メーカーさんもこういうのを実験して穴の径とか決めてるんですかね。それ今度ねちょっと動画撮ってみましょうか。私もねいろいろ実験してみたいんですよね。ということで、次回
はちょっと無理かもしれませんけど、そのうちね、焚き火台の底に開けるこの穴の径、何ミリぐらいの穴がいいのか、何ミリぐらいだと灰やね、火の粉がね、ボロボロ落ちちゃうのか、そういったこともね、実験してみたいと思います。とりあえず今日はですね、工具箱ロケットストーブリベンジ成功ということでね、動画を終わりたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。